自民党柿沢衆議院議員の辞職に伴い、日本保守党が同選挙区に支部を設立すると発表したことから、補選への候補者擁立の期待が話題となっているようです。まずはその内容を見てみましょう。日本保守党公式。柿沢水戸氏の議員辞職を受け、日本保守党は東京江東支部設立を緊急執行部会議で決定しました。江東区は、政治の過激化と腐敗の温床的な地区となってしまいました。ここに支部を置き、保守党の主張を広め世直しを進めてまいりたく存じます。皆様、ご支援のほどよろしくお願い申し上げます。河村隆氏。衆議院東京15区。日本保守党、東京江東支部設立。日本国、裏金地獄、本党は地方議員からの裏金要請がその中心。なぜなのか。議員を家業とし長くやるため、確かな組織を作る。それが、犯罪行為たる裏金のやり取り。マスコミ、コメンテーターも本質はカットラン。日本保守党だけが過激化ストップ、本当の主張。有本香織氏。江東区は東京の中でも成長著しいところであるにもかかわらず、自民党の衆議院議員が2代続けて、金の問題で逮捕・起訴されました。江東区からこのような腐敗した政治風土を一掃しなければなりません。日本保守党はそのために党を挙げて尽力します。小坂英二氏。江東区では4月28日、投開票、2衆議院議員補選、7月7日、投開票、出都議補選があります。東京江東支部、和同氏とともに政治の正常化に大きな役割を果たしていきます。それではネットの声を見てみましょう。香港市。いよいよ動きますか。東京江東支部から。こちら夕刊富士編集局。これは4月28日の衆院東京15区補選が日本保守党の初陣となりそうだということですね。いよいよ始動、期待してます。なんと、素敵な朗報、ワクワクします。全力で応援します。嬉しいな。ついに東京にも拠点ができる。しかも江東区、胸が高鳴ります。ついに初陣ですね。日本の民主主義を取り戻す第一歩です。東京に支部が、おめでとうございます。ご活躍を願い、応援しております。いよいよ戦場が決まりましたね。自分は都民ですので戦いとなれば戦場にはせ参じます。いざ東京江東支部。東京についに日本保守党の支部設立へ。都民として応援しております。江東支部ができましたら、党員として精一杯頑張ります。日本保守党外戦車の初舞台は江東区から。江東区の党員の方々、また江東区に知り合いのいる党員の方々、日本を豊かに強くする戦いのために立ち上がろう。いざ。一歩ずつ進んでることを実感してます。候補者の方決まったら全力で応援させていただきます。はい、始まりましたよ。応援の準備はできてます。東京の江東区から、ついに日本保守党による腐敗政治を一掃する日本国民の決起が始まった。日本の歴史的瞬間である。ヨンネさん。江東区東京15区、前回の選挙結果。いよいよですね。応援してます。ご視聴ありがとうございました。今回の動画どう思われましたでしょうか？次回もぜひご覧ください。